はい、今回はワコールのタイツが破れた時、もしくはノースフェイス製品が壊れてしまった時の修理について。ワコールだと CWX シリーズの人気で、私もずっとトレイルランでタイツを使っているんだけれども、どうしても何かの拍子に大きな岩に引っ掛けたり、こう木に引っ掛けたという時に破けてしまう時があります。そんな時どうやって修理をするのか。まあ、修理は結論から言うとワコールに送って修理して、その後帰ってくる、そういった流れになっています。やっぱりワコールの CWX、まあ種類はいろいろありますけど、ジェネレーターモデルなんかは定価で2万円以上するのもザラですからね。そういった時、修理して末永く使いたいと思うのは当然のことです。で、その修理の方法についてなんですけれども、修理はワコールに送るので、ワコールのホームページのお問い合わせから開いていきます。これはお問い合わせのページなんですけれども、このお問い合わせの真ん中にあるメールでのお問い合わせ、 CWX についてというのをやると、このお問い合わせフォームが出てくるので、まあそういった状況をですね書いて送信すると、そのお客様センターから連絡が来ます。で、送るときはまあ特に決められてはいないんだけれども、私の場合はレターパック、もし商品が入るんであればレターパックライトで送ります。そして送るときはもう洗濯して綺麗な状態で送るんですけれども、修理には条件があって、そうですね、ステッチにかかる場合、もしくはその周辺が破れている場合は修理できない、あと最終的には実際に送られてきたものを見て判断するということになっています。なので、この画像のように、この縫い目部分、もしくは、それに近い部分に穴が開いた、裂けてしまったという場合は、修理はできない状態となります。その場合はもう、自分でここは縫うしかないですね。じゃないと、この裂けた部分が広がっていくので。で、そのレターパックで送って、修理可能であれば、向こうで修理してそれを送ってくるので、だいたい治るまで2週間から3週間に郵送で送られてきます。で、修理されていた場合は、ワコールが負担、送料負担するので非常に助かりますよね。で、修理が不可能な場合は、着払い、ポスパケット着払いで送ってくるので、まあ、値段はちょっとですね、郵送料は変化してるんですけど、私の場合は381円でしたね。今はもっと高くなっていると思います。なので、ワコールのタイツが破けた場合は、お問い合わせページから、この状況をメールする。そして、修理できる条件があって、この縫い目部分にかかっていないこと、もしくはその近くではないこと。送るときは、自己負担で送り、修理できなかった場合は、
可変装分の、料金は自分で支払うようになるということです。修理不可能だった場合はワコールが料金を負担し、修理できた場合はコスパクット381円が発生しますね。修理できた場合と修理できなかった場合で送料が違うので、修理できた場合は有料、修理できなかった場合は無料で返送されるということになります。あとはトレイルランナーがよく使うメーカーといえば、あとはワコールとノースフェイスですね。ノースフェイス、まあ私の場合はレインジャケットに穴が開いたんですけれども、まあ袖部分に石かな、石に引っかかったかなんか穴が開いたんで、この場合の修理についてはノースフェイスのウェブストアですね、ノースフェイスの店に持っていくようになります。これはノースフェイスのページですけれども、全国展開しているので、埼玉だったら埼玉のところを見て自分が行ける場所に持ち込むようになります。で、まあ直接持ち込むので送料とかかかんないんですけれども、ノースフェイスは、修理した分は実費で料金が発生します。そしてそうですね、修理期間も結構長いですね。3週間とか1ヶ月とかを見ておいた方がいいです。で、実際にこれを店に持ってって修理したですけれども、まあ、この記事の、ウッド調の明細の記事のないため、ちょっと似たようなもので塗ってもらうという状態でしたね。塗ってた時はだいたい修理も見積もりが2000円ぐらい。で、かかった費用も実際に2000円でしたね。修理までは1ヶ月かかりました。なので、大会などがある場合は、その大会前に戻ってくるかどうか、時間に余裕を持って持ち込む必要があります。まあちょっとした穴とか破れている状態でも大会では使えるので、そもそも修理中でこれを大会に持っていけないという場合は結構大変なんでね、特にレインウェアの上下っていうのは必需品に該当する場合が多いので、修理期間1ヶ月以上は見て、ノースフェイスストに持ち込みましょう。以上、ワコール CWX とノースフェイス製品の修理についてでした。チャンネル登録とトレイルランニング大学のプログラムをよろしく。